ランの皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、本当皆さんいつもね、いいねコメントたくさんいただいてね、本当に感動しております。はい、今回はですね、週末美容アフターでもものすごいね、たくさん登場してると思うんですけど、このサニーシールドって一体何みたいなところをね、ちょっとお話したいなと思って、今回特別に我が家で撮影ということになりまして、はい、お届けしてまいりたいと思います。サニーシールドについて教えてください。まずね、サニーシールドとの出会いみたいなところからお話をさせていただくとですね、私掃除の仕事をしてますから、いろんなねお掃除グッズとかはいろんな方からね試してほしいっていうことでね、いろいろな商品を使うんですけれども、最初私見た時、これ私いつも使ってるサニーシールドなんですけど、初めて見た時はこっちだったんですよ。見てください、この大きさの違い。もう私これドーンと見せられて、がっつり汚れ落としますみたいなね。とにかく私はなんかこう強そうな感じがして、ぶっちゃけそんなに汚れも落ちないですし、なんやねんってなんですけど、私の家も結構そんなにめちゃくちゃ汚れてるわけじゃない家で、これをしばらく使ってみて思ったのは、なんかこう仕上がり加減が今まで違って、なんかピカピカしてるっていうか、私はすごく気に入ったし、なんならお客さんもすごい喜んでくれて、あ、なんかすごい私と相性がいいなみたいな。ですっごい興味を持って、一体これ何ですかみたいな、もっと深く知りたいってなった時に、これを使ってみたデータみたいな、除菌抗菌コーティング消臭、いろんな機能があるんですけど、なんならこれぐらい分厚い書類がね届いちゃったんですよ。それ全部英語ですよ。それを読んでみるとですね、これの機能がすごいってことに気づいたわけですね。普通って汚れって落とした後その洗剤分取ったり拭き上げたり、ものすごく工程手間じゃないですか。でもこれって汚れを落とした後にその残った成分がコーティング膜に変わって保護してくれるっていう、家のスキンケアじゃんみたいな。なんか私こんな商品見たことなかったんで、もう言いましたよ、すいません、これでっかいんで小さくしてくださいって。って言われたのがこれです。こういうなんか白い感じでね、爽やかな感じでね、いろんなとこで使えるんですよ。もう私玄関にも置いてあります、トイレにも置いてあります、洗面にも置いてあります、キッチンにも置いてあります。1秒で取れるとこに置いてあって、使いたい時にシュッとやってサッとやるっていう、めんどくさがり屋でいつもいつもバタバタしてる私にはとてもぴったりだったんですね。皆さん、もう一回週末ビフォーアフター見返してみてください。かやがやきが変わるんですよ。私ね、自分で後から YouTube 見てね、本当に怖い顔してんだと思うんですけど、お掃除をして片付けて、あれ変わるとですね、みんながニコニコして、で私までニコニコしてね、こんな暮らしをね皆さんにしてほしいと思うんですよ。ということでね、サニーシールド使ったことない方ね、ぜひこの機会にね使っていただきたいな、なんて、またね通販番組みたいになっちゃうんですけど、通販番組に私出てますけど、なかなか言っちゃいけないこととかたくさんあってですね、もうめっちゃ怒られるんですよ、私。言っちゃいけないこといっぱい言っちゃうんでね。はい。でも YouTube チャンネル、これ週末ビフォーアフター私のチャンネルなんでね、何でも好きなことが言えるってことで、はい。私すごいね、いいなと思うのは消臭効果ですかね。こう最近結構暑くなってくるじゃないですか。で、気温が上がれば上がるほど、ものすごい家の中に匂いが溜まるっていうか、匂いがこもるっていうかですね、そういったものがサニーシールドを使ってるだけでかなり軽減されるっていうか。そう、この間私雑誌と取材でですね、夏のお掃除ちょっと教えてくださいって言われたんですけど、涼しくなるようなお掃除ってありますかって言ったんですけど、大体ね、物が多い家は部屋が暑かったりするんですよ。でもね、部屋をね、物を寄せてさらしにするじゃないですか。そうするだけでも全然涼しくなるのね。これワンポイントアドバイスなんですけど、全然サニーシールド関係ないんですけど、で、私なんでそういうふうに物を寄せてさら地にしなさいって言ってるかって言ったら、さら地にするとね、お掃除がいっぱいできるわけですよ。ね、で、お掃除をするようになると、ちょっと嬉しくなっちゃうわけですよ。寄せてさら地にしただけなのに、帰ってきた家族はですよ。何今日、友達来たのみたいなね。さら地にして拭いただけで、いろんなところのくすみが気になるようになってくるんですよ。で、どんどんピカピカにしてって、鏡とか、照明とか窓とかピカピカしてくるとですね、だんだん匂いに敏感になってきます。
ていうかね、匂いが気になるようになってくるのはだん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 こうね、家の中のそうくすみとか汚れを取っていけば取っていくほどちょっとした匂いでも気になるようになるので、どこを掃除すればいいって。私だから全然計画的に掃除したことないじゃん。ただ嗅覚だけで、あそこやらなきゃってシュッてやってサッてやる、シュッてやってサッてやるって、シュッてやってサッとやる、楽ちん。その家がもっともっと輝いて、その家を元気にさせる、それがサニーシールドのパワーだと思ってるんです。だからね、私もね、サニーシールドのようにいろんな家を元気づけるように、ピカピカできるようにね、これからも週末ビフォーアフターじゃんじゃんお届けしていきたいと思いますので、皆さん、応援よろしくお願いいたします。次回はですね、前回の続きをお伝えしますので、どうぞ皆さんお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。あ、よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。